皆様ごきげんよう、九州空です。皆様はやっとさ、島春です。どうぞよろしく。今回はユナイテッドのターンです。どうぞよろしく。いいねボタン、チャンネル登録もよろしくね。今回は J2 リーグ第26節ホームで行われたブラーブリッツ秋田戦をお伝え、前節から4人変更のスタメンでした。では結果はこちら、0対2で敗戦となりました。それでは試合後コメントです。まずは浅野監督。試合は今季一番と言っていいほど厳しかったと思います。我々がやりたいことがほぼできずに、ゲーム前の狙いが全く機能しませんでした。戦い方も途中で少し変えたんですけれども、後半すぐに失点、これは結構ダメージがありました。次に選手からは稲葉選手。前半から後手後手に回ってしまいました。 PK とかも少しラッキーな形ではあったんですけど、勢いに押されてしまった感じはあったかなと思います。そして有田亮選手です。今週は秋田戦の対策をしてきましたが、前半は相手の土俵で戦ってしまい、全くボールに触れられず苦しい時間が続いてしまいました。全部が中途半端でうまくいかず、蹴るなら蹴るではっきりしないといけなかったです。コメント全文は J リーグ公式または鹿児島ユナイテッド FC 公式をご覧ください。では島春のポイントです。監督や選手のコメントからしても、やりたいことができなったことが一番。アウェー戦では相手の土俵で戦う、そんな状況でやりたいことができず、相手に異様にやられてしまった。ボールをどこで奪うか、エリア設定が乱されしまった印象。パスも距離感も伸びれば伸びるほど成功率は下がってくる。コンパクトを大事にとは言うが、それを乱してくるのはどのチームも一緒。コンパクト維持に特化することだけでなく、乱されることも想定してどのエリアで優勢をしたいか探っていきたいところ。そしてシーズン38試合では数試合で必ず起きるし、今回は耐えきれずメンタルダメージも大きいが、その状況はチャンスでもあり、成長するために乗り越えなきゃいけないのは事実。乗り越えた先に評価も高まるし、スタメンでどんどん使ってくれる。トレーニングからどんなプレーが欲しいから、選手間コミュニケーションで積み重ねてほしいですね。第26節全試合の結果です。明治安田 J2 リーグ順位表です。自動昇格枠では3チームでの争い、そして残留争いもだいぶ絞られてきた印象。次節は8月17日の土曜日、アウェイデレガルタ仙台戦です。相手はプレーオフ目指すチーム、さらにアウェイで勝利は厳しい道のりだが、この一戦を無駄にせず、前を向いて戦い勝利を目指してほしい。最後に第27節の試合日程はこちらです。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうも下げもした。おやっとさ、次回もお楽しみに。いいねボタン、チャンネル登録もよろしくね。